ストも朝のタップアップ社長とはいじです。はい、では皆さん、はい、フィッシュレスバーガーで1万円企画。今回は久しぶりの1万円企画でございます。はい、もう最後にやったの覚えてないぐらいのね、1万100をやってなかった。全然やってない。というわけで今回、しかもフィッシュレスバーガーっていうね、あのハンバーガー屋さんです。結構まあオシャンティーなところなんですけども、僕らあんま動画で使ってないんですよ。フィッシュレスさんだけをフォーカスして動画撮ってなかったんで、まあ、今回1万円企画でね、それを堪能しようというわけです。はい、でオープニングが消えてるので、服が違うのは皆さん触れないでください。今日は上がります。あ、そうね。というわけでね、早速見てみたいと思います。それではいきます。はい、というわけで、はい、フィッシュネス来ました。はい、なんか違うね、俺らがいつも言ってる感じと。映え映え、そう、映え映え。まあ、紹介先してみましょう。はい、ベーコンエッグチーズバーガー、クラシックチーズバーガー、クラシックアボカドチーズバーガー、ポテト、オニオンリング、チキンナゲットでございます。はい、ポテトとオニオンリングは L です。カニ、レモネード、俺とハヤテが自家製ジンジャーエールグランデです。まあ、お値段いきましょうか。せや、はい、まあ、1万100なので、けど値段的にはそんな高くなくて、まあ、全部モノモノで。何でお前ってやったのよ。おかしいな、これここに一応レシートあんだろうなと。4330円。おー、いや、いや、いってるよ。だって、じゃあ考えてみよう。1人前だよ。うん、あー、そっか。あ、じゃあこれもう1回あれば8000円いけるの。あー、確かに。ネタワと食べて完璧だな。1軒目終わり。1軒目フィッシュネス1万100、いただきます。いただきます。ちなみにカレンダーの予定にフレッシュネスバーガーじゃなくてフィレオフィッシュって書いてある。フィレオフィッシュ1万円使って。最初なんだっけ。そうそうそう。やばい、ちょっと気に入らないです。これは神社じゃないの。うん、まっ。じゃあハンバーガーいきましょう。うまいよな。うん、め、肉やば。肉やばくない？最後のチキンナゲット、自称チキンナゲット評論家でございます。僕の中の1位は今はファーストキッチンでございます。あれはうまい。いただきます。ボイルか、私と。ここはあ、うめぇ。どうなんだろう、系統が違うな。っていうか、なんでなるほど。でもめちゃくちゃうまいっす。めちゃくちゃ柔らかい。ポテト食べてる。フレッシュネスバーガーのポテトね、しっかり噛んで飲み込むのに喉にへばりつきそうになる。しっかり噛んでが飲み込もうとして。はいはいはい、うん、ここいる。昨日めっちゃ思って。うん、ここにいる。早っ。早っ。うますぎて。どう、食べた感じ、ずっしり感じあるよ。あるけど、もう一個いけって言ったら喜んじゃう。完食です。俺まだ今5割。俺も5割。俺も飲み終わりました。まだちょっとありました。ちょっとあります。新しいメニューが取れました。はい、じゃ飲み物から。さっきの、自家製ジンジャーエールの、トールサイズ、グランデサイズとコーラのグランデ。こんなものがあるの。フレッシュネスパスタ、半熟卵のカルボナー、エビとアスパラのジェノベーゼ、ホットドッグ、チーズドッグ。やばい、ダブルチーズドッグだろ、もうこのチーズのダブルさが。ベロベロな。まあ、ハイテ君はホットドッグなので、ちょっとお値段が安いので2個にしてます。で、合計金額いきましょうか。3390円。そんなに出たんだ。2つの合計金額合わせて7720円。はい、まあ、これ食べ終わってデザートですか。あのさ、すごくないね。全部すぐじゃん。入れます。入れます。ピチャーっていう効果もあるし。本場に負けん。本場ってどこを指したの。イタリアだよ。ジェノベーゼ。うまい。これがジェノベーゼってもんなんでしょ。すごい操作力が溢れて。肉汁がゆっくりした。もう一本。さっきパン食べて麺食べたら気持ちいいから。気持ちいい。今日バーガー食べるぞって腹で来て、バーガー食べ終わってパスタ食べるって最高じゃない。まあ締めのラーメンみたいなもんで。締めの。うん、うまい。これこれで300円って安くない。カルボナーラがこんな美味しかった。じゃあカルボナーラ完食。
手伸びず完食です。もうチーズや終わり。はい、うん、よし、じゃあ飲み物もね、まだ僕あるんですけど追加で頼んでいきたいと思います。やってきました。はい、おい、最終局面です。はい、ジェラートですね、バニラとティラミス、こちら同じくジェラートで、アマオとマンゴーで、こちらおなじみのオニオンリング、はい、ワッフルミックスベリーです。で、合計金額2340円で1万60円。カレーを食べきれば1万100%です。素晴らしい。量もそんなね、飽きちゃうので。デザートですか。いや、絶対うまいじゃん。超柔らかい。いただきます。両方いく。いくだ。1200円。1200円。ちゃんと声だけでいけた。いただきます。どっかで食べすぎます。え、マジ口入れてその間2秒よ。その間2秒。溶けるな。わぁ、生のマンゴー食べる感じ。持ってたら全然軽い。ガッて。レモン、アイスバラシーと同じ形。フレッシャーズ落ちとかねえんだね。はい、じゃあ終わり。はい、最後にしょっぱいの残すという、さすが悪伝ですね。うん、うまっ。はい、最後かわいい。というわけで変身して一緒に達成。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽でした。非常に余裕。ずっとニコニコしてた。基本は3人の一番低く結構きついんですけど、全く思った余裕でした。まあ、これでね、楽団フレッシュネスね、卒業したわけで、もうこの界隈ハンバーガー屋さんは全部やったんですよ。動画にはしたんで。ファーストキッチンやってない。おー、確かに。そうか、それもサブで。そうだね、登場だけしたけど。そっかそっか、そっか。いつかね、ファーストキッチンでもやりたいと思います。はい、それではまた次の1万円経でお会いしましょう。ごめんなさい。グッバイ。風を切って走ってゆく希望の街へと。本日もご視聴ありがとうございました。フレッシュネスバーガーでの1万円客は僕がねずっと望んでいた客で、僕は東京の中目黒で、この味を知りました。行ったことない人ね、ぜひ美味しいので一度は行ってみてください。次回のアクションに立つはどこに行くかわからない1時間カロリー対決、今までありそうでなかった企画となっております。ぜひ新企画明日も見てください。